南雲講師役の山田美鈴です。はい、今回はアフレコ時の思い出についてということで、私事ではあるんですけど、私は初のアニメで初主演ということで、もうすごく緊張していて、第1話の時にあまりにも緊張しすぎて、もう水分 60% 体ないんじゃないかってぐらい水を飲んで、ちょっと緊張に緊張を重ねすぎたので、第2話からは水を1リットル持って臨みましたでも、 もう本当にスタッフさんも演者の方もすっごく優しくて、もう第3話ぐらいからはもう楽にお話できるし、アフレコの前にちょっと今回のここ面白すぎたよねっていう話とかバンバンしながら最後の、ね、収録まで臨めたので、はい、ずっと楽しかった印象があります。女神寮の寮母くん、放送まであと2日です。